お、浜子さんじゃねえか。どうしたい。おお、一番か。久しぶりだね。ちょっと会わないうちに立派な身なりになったじゃないか。見違えたよ。中身は大して変わってねえけどな。それより転んだのか。ああ、さっきまで夜通し飲んでてね、ちょっと足元がふらついちまった。歳は取るもんじゃないね、まったく。気をつけねえとダメだぜ。まだまだ元気でいてもらわねえと。浜子さんに何かあったら悲しむ奴がたくさんいるんだからよ。へえ、一丁前に言うようになったじゃないか。あたしんとこに転がり込んできた頃が嘘みたいだよ。いつの話だよ。それより立てるかい。ああ、こんなの大したことはない。あんまり老いぼれ扱いするんじゃないよ。そんなことより早く仕事行きな。働けるってのは当たり前じゃないんだ。分かってんだろ。分かってるよ。もうあんま飲みすぎんなよ。ねえ、お気遣いありがとう。それじゃあ面接頑張って行ってきてください。次の方どうぞ。佐々木真也と申します。よろしくお願いします。おかけください。履歴書はお持ちですか。失礼します。佐々木さん、前科というのは。窃盗です。時計とか化粧品とか手頃な大きさで高値のものなら何でも盗んでました。ダチが盗品の横流しをやってたんで、物はそいつに買い取ってもらって。なるほど。やっぱり難しいですか。佐々木さん、一つ伺っていいですか。あ、はい。この履歴書に懲罰の欄はありません。なのになぜ前科のことまで記載されたんです。自分のしでかしたことだからです。それを隠してもし仕事もらえたとしても、いずれバレて相手に迷惑かけちまうかもしれない。真っ当に人生やり直すにはそれじゃダメだって思ったんです。かなお考えだと思います。ご安心ください。そんな佐々木さんにご紹介したいお仕事がございます。本当ですか。どんな仕事ですか。一言で言えば万引きです。うがい薬ってどこにありますか。あ、はい、あちらになります。
あ、すみません、ちょっとこれ見せてもらっていいですか？かしこまりました。どうぞ、こちらになります。良さそうじゃない？ねえ。いいけど、映画始まっちゃうからまた今度にしよう。あ、もうそんな時間？ごめんなさい。いえ、またのお越しをお待ちしております。お待たせしました。どうだった？指定のものは一通り、他にも高額なものをいくつかゲットしてきました。ふん、そいつは上出来じゃねえか。サングラスが一つに化粧品が3点、それに財布にコンドームと。早い話、どの店も陳列棚の配置が死角だらけなんですよ。まあ今時こんなダミーの腕で偽装するやつなんていませんけどね。こいつが見つかったら言い逃れできませんし、だから最近はチームを組むのがトレンドですね。壁役、監視役、注意を引きつける役、そして盗む役、それくらい役割分ける連中もいますね。コストを割いてでも安全を取る方針か。まあ確かにバレたらおしまいだからな。お疲れ様でした。お先に失礼しますね。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。どうもお世話になりました。いいえ、万引きの手伝いなんて初めてだったからドキドキしちゃった。じゃあお疲れ様でした。どうも。だからお前は手伝いが欲しいって言ったのか。ええ、二人組になるだけでだいぶやりやすくなりますから。それにあのおばさん、芝居もどうに言ってましたよ。エキストラって名目で募集かけたんだが、それが良かったみてえだな。それにしてもおめえ、さすがの知識と手際だな。恐れ入ったぜ。しかし最後に回ってもらったブランドショップ、あそこは相当セキュリティに金かけてたはずなんだがな。狭い店なのに天井四隅に監視カメラをバッチリ置いてる。特に遮蔽物もないし、資格なんてなさそうに見えるんだけどな。あの場所でどうやって証拠も残さずに財布なんて盗んだんだ？はい、店によってはカメラがダミーの場合もあるんですが、あの店はちゃんと本物が稼働してました。それに客が俺たちだけだったので、店員も俺の方をずっと見ていた。ですがレジ上にあったカメラ、あれだけ実は少し下に向いていたんです。だからあのカメラだけは店内を見渡せていなかった。レジを集中的に監視したかったからなのか、それとも単純に設置ミスか、何にせよそのおかげで店内に死角は生まれていたんです。そうだったのか。あとは店員の注意を引きつけているうちに獲物を頂戴。店を出て店員はすぐに盗難に気づいたとのことですが、どのカメラにも俺が撮った瞬間は記録されていません。全て後の祭りというわけです。一回店に入っただけでそこまで観察して実行に移したのか。大したもんだ。感心するのは俺の方ですよ。まさかこんな職業があったなんて。日本で一日に万引きされる総額は12億円とも言われている。小売店にとっちゃ店を潰すほどの死活問題なのに、多くの経営者が
カメラと警備員さえ置けば万引きがなくなると思ってる。間違ってますね。カメラや警備員を増やすと、それまでなかった死角も浮かび上がってくる。盗む方からすれば余計にやりやすくなる場合もあるんです。そう、そこで防犯セキュリティの欠陥を調べる、我が社の出番だ。もしも今日お前が万引きに失敗してれば、店のセキュリティは正常に機能してたってことだが。結果はこのありさま。ええ、セキュリティの欠陥はレポートにまとめて経営者に提出する。依頼された調査自体は一旦完了だが、実はさらなるビジネスチャンスはこの先にある。というと？いわゆるコンサルってのに食い込むんだ。店舗と契約して防犯カメラの位置を指導したり、優秀な警備会社を紹介したりな。なるほど。このビジネスが軌道に乗れば、別に警備会社も立ち上げようと考えててな。調査、コンサル、警備までを一手に引き受けるグループ企業が目標ってわけだ。おお、お疲れさ。おう、春日。どうだったよ、足立さん。うちの佐々木は。さすがのプロ目線だ。即戦力になるだろう。それじゃあ採用ってことでいいか？うん、もちろんだ。ありがとうございます。若輩者ですが、何卒よろしくお願いします。おいおい、仇の世界でそんなことすんじゃねえよ。すいません、つい癖で。少しずつ極道っぽさを抜いていかなきゃな。なんだその本。ああ、たまたま古本屋で見かけたんだな。施設警備業務検定。今お前ができることは万引き調査だけだろ。それだけじゃ心もとねえ。だから資格の勉強でも始めてみたらどうかと思ってよ。足立さんが事業を広げる時にも即戦力になれるし。確かにそいつは心強い。ま、時間ができた時にでも読んでみろよ。春日さん、あんた一体何が目的なんすか？え？だっておかしいじゃねえかよ。マージンも取らねえで、なんで赤の他人にここまでできる？何か裏があるんじゃねえのか？裏か。まあそうとも言えるかな。こいつは俺なりの恩返しなんだよ。恩返し？今やってることは全部荒川組の、俺の親父がやろうとしてたことだ。死んだ親父さんのやり残しなんだよ。行き場なくした元極道たちに受け皿を作っていく、その親父さんのやり残しを果たしてってのが俺の生きがいだ。まあ俺なんかがやれるのはほんの一部だけどよ。だからよ、俺はやりてえことをやってるだけだ。マジかよ、本当に。あんたって人は。じゃあ俺もう行くから、しっかり足立さんの言うこと聞くんだぞ。なんだよ、今来たばっかじゃねえか。まだ仕事残してきちまっててさ。それじゃ仕事頑張ってな。はい。こんな時間からまた仕事って、ハロワって意外に忙しいんすね。ハロワならとっくに就業時間だよ。それとはまた別の仕事だ。え？偉人町にはお前と同じように春日に助けられた元極道がたくさん働いてる。春日は仕事を斡旋した後も定期的に彼らの職場を回って様子を見てるんだ。日本最大の極道組織、近江連合と東条会の大解散。あの日以来、仇の世界に放り出された極道は3万人を下らねえ。そのうち職にあぶれて行く当てのない連中はかなりの数に上るはずだ。そいつらを春日一人残らず社会復帰させろって意気込んでてな。
一人残らず、そんなことできるんすか？まあ普通に考えりゃまず無理だ。だけどあいつを見てると不可能なことでもやってのけそうな気がしてな。手を貸さずにはいられねえのさ。はい、なんかわかる気がします。